还向康纳说话。因为好像中文版就有和谐一点，然后后来好像又更修了。ミシシ、コナー君は親友だからね。喜ぶ顔が見たくて頑張っちゃったよ。这不是？それじゃあ今度こそ長靴をくれるんだよね。之前有的电影吗？僕靴を履いてコナー君と歩くのが夢なんだ。うざ。いいから黙って夢叶えてろよ。え？え？まあ悪いけどお小遣いが足りないんだよね。旧电影又来了。对啊。だから長靴を買うのはもうちょっと待ってよ。その代わりに靴下をあげるからさ。約束が違うよね。所詮は君も我欲に溺れるクズだったんだ。僕よりも人間でいる価値ないよね。ないよね。え、何が起きてんだ。やめろって、俺たち親友だろ。うわー、黑暗版ミシ、ないよね。哎、欸，对啊，那这部其他人的。就其他看过的人就没了，这些没看过，犯人特别找他们再来看。就是为了看他们对话再演一次、哦、然后也透过他来说，那为什么共和国的密西长这样。
さて、ちっと見にくそうだが、とっとと調べちまうか。ああ、せっかくだし私にも調べさせてよ。庭園で調整されて嫁は聞く方だし。おう、也是能力。そんじゃ頼むわ。たく、しれっと言いやがって。特に何もないね。この古いシールは違うみたいだし。市当局の管理番号だな。掲示板一つ一つに貼られている。メモの切れ端みたいなもんも特には。お、今貼在別边。アラミスの制服だったが人違いか。ね、合流してからは私服だったし。だがあの髪の色は。ねえ、誰か来た。様子が変なのか。ああ、影を濃くしてやがんのか。地下问事屋抓起来。金城省的安里次长。政府人员，车上密谋。警察关照哦。弗杰瑞，渴望的老大。バケモン、二度とごめんだ。次は絶対に殺されちまう。关在里面，他却可以逃脱出来。折断他一两根骨头，别死就好。
盖了泳池，还有女仆，吼吼吼吼。外带真好。いらっしゃいませ。小鹏、小刚。只会跑腿飞。给我吃甜点。店后面やっぱりここからの夜景は格別だな。まあ綺麗なのは認めるよ。どこかで同じ景色を見てたりするの。快点回家。真啰嗦。只能开车了。咋一个传送门6000米啊，很赚。真的，额外的。噔噔噔。人生酒味，醉翻天。サーチする。